はい、どうもピロちゃんと申します。飛空場シーズン96初日やってきますってことで、また攻めの編成と防衛のご紹介したいなと思います。で、まず攻め拠点からですね。前の天理もこのまんまやったんですけど、そう、一応飛翼英雄使うってことで、この飛翼の飛翔を導入したせいで、あの拠点がパンパンになっちゃったんですよね。で、視聴者様からも、あの、うまい直線拠点とマッチングしたら、このパンパンは厄介ですよってご指摘も受けたんですけども、ちょっと、全部欲しいですね。なので、よっぽどうまい直線にやられたら考えようかなと思います。はい。で、まず、左からはしごを行って、で、高人数ボーナス拠点の、回復の塔ですね。レベル3となっております。まあ、ドーマのメガクエイクダブルいてたら、ちゃんと全開する、最低のレベルとなってます。結構、この回復の音はレベルマックスにされてる方も多いですけど、あんまりマックスにしても、旨味ないような気もするんですよね。よっぽど乱戦になってね、こういう、まあ、手前2マスまででしたっけ？ここぐらいまでしかかかんないので、あんまりレベル上げてもね、終盤やっぱり奥の方行っちゃうし、なかなかどうだろうって感じですね。で、次に雷とレベル7と、いつもそう綺麗にドーマはかわしてくれてるので、もうここですね。よっぽど壊されるようになってきたら、またお引越しを考えたいなと思います。で、次に透析と、なんか無難にお仕事してくれるので、ちょっとこの位置からもまた動かせないですね。で、最後に、飛翼の人と。前のシーズンで一回壊されたことあるんですよね。どうもここにいて、こんな感じで。普通にぶっ壊されちゃって。こうするか。今変えます、じゃあ。左側にどうもいないでしょ。多分。これで行きたいなと思います、急遽。はい。ということで、攻めの編成に入っていきます。今シーズン、とうとう来ましたね。総選挙軍団が、ボーナスキャラになったし、もう、新戦術としてご紹介させていただいたクロード君、そのまんま、天の祝福も入っているところで使いたいなと思います。ただ、そう、ちょっと厄介なことが発生しちゃった。あ、でもこれなら問題ないのか。あー、そっか。あれ、どういう現象だったんだろう。ちょっと後でいい。もう、初日の一戦終わってるんですけど、その時ちょっと具合が悪いことが発生したので、あれ何だったんだろう。まあ、行きます。で、まず、ブルーニャさんですね。何もいじらず、僕の教祖様からのまんまの受け売りで来ております。で、また、フェイパス持ってないので、絆変えて、あと、レイラさんとまた組み直しました。ただ今、戦火来てるので、もう簡単に、これは仕上がりましたね。で、そう、いつも、バフ類がそうもったいないかなっていつも思うんですけど、やっぱこれはこれで使うんすよね。結局、アタックターンに嫌なやつ倒して、そのまんま近接をバチッと受けて、で、その次にその近接たちを倒しに行かなくちゃいけないんですよ。そこでやっぱバフも欲しいので、指揮とかだと届かないんですよね。あと、連携とかか。ぶちかましとかでね、入るやつ。あれもあれでそう、近くに行かないといけないので、強化増幅が活かしきれないんですよね。なのでもうやっぱりこれでもう完成されてる気がするんですよね。ちょっと僕の教祖様を信じたいなと思います。はい。で、あとそう、花の上限上がったので、全ステップ1ずつ上げれるんですよね。で、確か花ギリギリ届いてなくて、で、あと、クロニエさんともちょっと迷ってて、どっちを先に投資しようかっていうのが。で、さらに個体値も変えれますしね。いや、ブルーニャの個体値どこ触るか、ほんとセンスですよね。ちょっと、また教祖様と相談したいなと思います。ちょっと難しいな。速さだってもう低く見えますけど、強化増幅とこのフィンブルの効果で確か57とかあるんですよ。あとナギもあるか。だいぶ強くなるので、どこがいいかな。ちょっ
ょっとまだ迷ってます。で次にリシオンくん、ちょっと今踊り外してるんですけど、そう SP 貯めに行ってるんですよ。というのも攻撃の解放にしてたらクロードに飛んじゃってて、今見るとそうでもなかったですね。何を焦ってやったのか。だってこれにボーナス効果入っても55ですもんね。ブルーナさん57だから、どこから何のバフ入ったんだろう。このままなら解放でも良さそうですよね。何なんだろう。とりあえずまあ攻撃の式も入ってるとまあ便利なので、この中で歩行はただ一人ブルーナさんなので、式でも入りますしね。まあでも、できればやっぱ解放の方がいいですね。もう敵地の奥にぐんと行っちゃので、そこで奮起の効果とこの解放の効果でもう一種類持たせてるので、全ステプラロックが入るんですよね。遠くに行ってもやっぱそっちの方が使いやすいので、とりあえずまあ指揮取るために SP 貯めておきたいなと思います。でクロードくんもそう、先々シーズンかにご紹介したマキシマムゾンビかどっかのパンクロックバンドの名前みたいになってるんですけど、もうこのいじり方でいきます。無難なのかなと思います。速さも結構いくんですけど、強化増幅入れて戦うので、これにそうですね 6×2、からのいろんな、さらにこれで17からのこれで21、本当にそんないくぐらい行くので、なので、実質速さ、バフを何パニックとかで反転されない限り、21伸びるんで62とかあるんですよね。そんだけ行っても、競技、最近、瞬撃とか、あとエリウッドの武器、追撃負荷でしたよね。あれがあると、そんだけ速くても、追撃取れなくなっちゃうので、それを無効にするために切り返し持たせております。いや、これ、先々週のそう、最終日ぐらいにぶっ刺さったので、エリウッドを片付けれたんですよね、綺麗に。なので、まあ、気になる方は、シーズン94の最終日かな、の動画をご覧ください。で、次に、新開幕になります。4突花4のオルティナス3。もうこのいじり方ですね。疾風陣ラジオも気になってるんですけど、毎シーズン言ってますね、これ。それする場合は疾風陣ラジオ持たせて、このスキル強いしな、普通に。飛行特攻も向こうついてるし、ここに合計入れても完成なのかな。で、ここ救援ですよね。ただ、ほんと緊急時頼りになるしな。受け強いもんね。まあ、とりあえず今シーズンはこれでいきます。で、次に、無凸花よなが。いやー、最近の8番ガチャで1体は出てほしかったなぁ。にしても、いじり方をかなり迷っております。で、視聴者様からのまた受け売りで、極技飛行に変えました。で、そうですね、古谷さん、の近くに行ってたら、うまいことこの極技飛行で近づいて、あらゆる方向にぶちかましができるというお仕事をしてもらおうかなと思います。はい。で次に巻き損ですねマキシマムゾンビの略ですね。でここにそうクロード君と組んでるマルスエリスですね。このひよこボタンのおかげで、とりあえず全ステプラスのバフも入れれるし、メインは強化増幅ですね。これのおかげで、クロード君がスーパー強くなるということです。これも、先々シーズンの初日の動画ですね。じゃないな。じゃないわ。何日目だっけ？またご紹介してるので、そちらをご覧くださいと。結構計算するの大変なんですよね、あれ。というわけで、そう、クロード君の武器が2マス以内に味方いないとってやつなので、そう、ある程度近づいてても強いキャラクターでもあります。攻撃発数高いですしね。で、さらに密集で最大7上がるので、
攻撃60度、速さ51、ここにバフも入るし、なんならこの強化増幅も入るので、うん、ちょっと殴られても死なないキャラだと思います。またそういう状況ないんですけど、うん。まあ、後ろの方にいてるし、うん、関節で殴ってきても大丈夫という形。まあ、近接でも、そこそこ、低いか。低いか。まあ、一思いでもそこそこあるし、うん。まあ、殴られても多分大丈夫なのかなと思います。はい。これが二つ目。で、三つ目がそう、絆組んでるレイラさんと。いや、忙しいです、レイラさん。光はクロニエと組まなくちゃいけないし。いや、でもこれ、刺さる拠点が必ず出てくるんですよね。やっぱ反撃負荷は強いっすわ。なんなら、天なら、竜特化も付与できるので、もうその辺のマムクートならもう、これに竜特化をつけて、反撃負荷も、プラスしたらもう、ほぼほぼ倒せるので、で、残ったキャッツをブルーでさんで倒すと。いう形です。ブルーさんも魔防確か60何歩行くので、うん、マムクート簡単に受けれますしね。うん、いいコンビです、これ。使いやすい。で、4つ目、ロキですね。いやー、ほんともう手放せないですね、これ。毎シーズンどっかで使ってるので、うん、厄介な関節を抑えて、で、その上で邪魔なやつをきれいにして、でその関節を浮かせてエナジー取りつつ突破するという戦い方なんですけど、手放せないですね。なのでこの無の使徒歩行を使いたいんですけど、うん、2体引いてもダメですね、うん、もう1体引けたらやっと継承できそうですね。で5つ目なんですけど、なんて言ったらいいだろう。マルテ対策、総選挙エクトルか。あれちょっと脅威になりそうだなって思ったので、それ対策用の編成を作りました。なので、一応なんだろう。もったいぶる意味もないんですけど、新戦術でもなんでもないし。ただなんかちょっと引っ張っときたいなと思います。うん。確実に、ヘクトル受けれるので、これはこれで面白いかなと思いまして、ちょっと、もったいぶっときます。はい。というわけで、攻め編成は以上ですね。続きまして、防衛に入っていきます。前のシーズンもこれだったかな。で、水のシーズンだったので、ここ、伝承リーフ君やったんですけど、完全に劣化版です。一応ギミックだけ説明しときましょうか。ちょっと拠点入り替えないとあれなんですけど。投石機と、はしご外すか。これ戻し忘れたら大変やな。で、白黒入れます。まあ、要は白黒封印積んできてくれたら動きますよという拠点になってます。うん。で、もう1段目はゆっくり来てほしいですね。できれば、この危険牌を。うん、ちょっと承知しました。なるべく犯さないように。で止まってほしい。止まらないか。止まらないですね。これリプレイじゃなかったわ。はい、こんな感じでとりあえずロイ君が突っ込んでてくれるというスタイルですね。ということでちょっと陣形乱れちゃいましたけど、うん、白黒封印積むことで黒ならドーマに、白なら実際に飛ぶようになってます。なので、このどちらかにレストするために、このシルクがこのスペースに入り込んで、ギミックスタートという感じですね。ここに移動して、ロイが応援して、それにサイコロかけるというシンプルな感じとなっております。はい。もう言うことないかな。で、そう。今シーズン終われば、飛行石が2000貯まるので、念願のこの、そう、投石機レベル7にできるんですよね。早く、ちょっと、早く終わってくれんかな。待ち遠しいですね。やっぱ壊せないんですよね。この、うちの雷と7だし、6だとやっぱり壊せないし、非常に面白くないので、早いとこ今シーズン終わってほしいですね。うん。はい。というわけで、初日の、攻めと守りに入っていきます。
はい、初日の1戦目やっていきます。まずは砦がレベル5、雷塔はレベル4、作戦室はレベル2、強固はレベル5、白の封印はレベル2、回復の塔はレベル3と。まずは無凸の闇落ちチキちゃん、こんな攻撃力低かったっけ。49とかなんだ。50切っちゃう。まあその分守備力高いけども、まあブルーナさんに流特攻つけて殴れば大丈夫でしょう。うん、で二歩移動もあんのか。で次に無凸の伝承チキちゃん、チキ好きですな。殴られると面倒くさそう。これってあー円盤付きか。呼吸もあるし、なんかだるそうですねこれも竜特攻入れて殴ればって感じですけど、ちょっとブルイザーさん今回スーパー忙しいな。次に無凸のスラシル、速さ上げってだけでこんなにいったっけ。 48？ そっか、これはめんどくせえな。で速さの不意の1で、次無凸の爽快英雄の和湯ですね。先生武器に、鬼神飛炎ついてて、2回目のダメージが 75% 軽減。まあ守備魔防低いし、どうかな、うまくいくかな。さあ出ました、三突の槍ヘクトル。あーこう見るとやっぱ厄介っすね。もう出てくるか。めんどくさすぎるってこれまあ重装特攻向こうは置いといて、とにかく守備体系ついてますよね。かつ切り返しもついてんのか。で弱化向こうもついてるし何なので、攻撃守備も下げられるのか。6何なんこれふざけんなってもうブルーナさんに何とかしてもらうしかないんですけど、一発じゃ多分倒しきれないだろうから、まあ、扇付きならワンチャンあるのかな。で最後に一突のベレト先生、速さ上げ、天帝の剣にあの追撃負荷ついてる、違う負荷向こうついてるんで凪を入れれると。これいいっすよね。クロニエで攻めてる時とかこれ出てくるとすっげえめんどくさいやつですね。あーなるほど、こういう時に虚勢使うのか勉強になりますね今日も。てことでいきましょう。クロード、そうボーナス効果入ってて強いんで、とりあえず、まあ、1年の仕事のエナジー取りからですかね。でですよ、お望みのままに。こうしてこうかな、こうかな。一応古軍状態にして、奮起のバフ入れたいかな。分かった。か発動する、発動しなかったらこれをヘクトル用に取っときたいんですけど、どうだ。あラッキー、これ使おう。承知しました。ヒットボンで減らせば、そうまたワンチャン率も上がるしね。はい、で竜特攻入れたいし、長はこっち側かな。あこれも壊してこないといけないんだ。良いでしょう。そっかそっか、今日も甘いですそうですか、壊しとこ。あなたの願いは。で竜特攻で待機、行ってくる。あの罠もちゃんと踏まなくちゃいけないって、このまま受けれそうな気もするけど、危ねえかな。攻撃体験やもんな。一応控えとくか。ここ開けなければヘクトルは左側に行くのかな。いや下に来てほしいな。こうか、これですね。一応こっちにおる。いやここでいっか。私も行こう。いやこっちにする。いやダメだとりあえずこれかな。あれ攻撃のあれ入ってない。あーそういうことか。クロード
トップになっちゃうか攻撃力。そっか、じゃあ指揮持った方がいいのか。リュシオン今気づきましたね。よしってことで雷のダメージが入る。これならスラシルワンパンでしょ、とりあえず。うん、でよ、多分ワイも受けれるでしょこれで。まあ、クロードで受けてみてもいい気がするけど、まあ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 落ち着こう。ヘクトリオ問題は、で竜特攻も入れてかないといけないし、でこの攻撃力なら耐えれそうか、もしかして。一応ちょっとリシオンかけとく、はい、初日からこんな頑張らんな。 Y はいけるでしょう、回復するけど。2ん次出ない。へえ、結構来るね、近いよ。そうですか、お余裕、ありがてえ。すげえ、竜特攻なしでもこんないけるんだ。じゃあ通しちゃおう。すごいな、ブリドさん頑張ってマジで。ここはクロードどうだ。一応バフとかないもんな。いつもそうマルセイリス使ってるんで、強化増幅かけて攻めていくんですけど、ちょっと心もとないかな。すいません。ああでもいけ、ああでももうあれだ、扇使える状態になってる。これどっからバフ飛んどる、前の何の、ああ忘れてたわ。支援飛んでたわ。ターンはうん、もうエナジー取ってあるし、あとは全力でマルテを落とすだけなんですけど、ちょっと先生めんどくさいな、まだ受けるわけにはいかん。こうかな、ちょっとブルーヤさんで Y を落としていただいて、まだ落ちんかな、勝てこいつ。さあ決戦が近いぞ。いや厄介や、あれそんなついとった、追撃負荷ついとる、え純粋に速いからってこと。ないね、え純粋に速いんだ。なるほど。さあ決戦の時が近いです。この感じは2回殴れれば多分倒せるし、あと罠もあるしね、うちの最終兵器。ちょっと通り道作っとこうか。ここにこれ、うん、どっちに動いても雷入るね。最終兵器使わせていただきましょう。とりあえず買ってたとは思う。さあどっちでもいいよ、下か。さあ残念、どっちでも行ったりでもいいか、残念でした。40、さあこれならもう倒せるでしょ。はい、どうするのだ。そうですか、嘘、マジ、はい、倒せないの、すっげえなこいつ。あーじゃあ回復の塔壊しときゃよかった。うわーめんどくせー、マジこいつはだりことになった、はい、もう壊し、いや回復の塔壊したかったな。じゃあこんな硬いっすか、マジで。はい、うん、一発投げれば扇たまるから多分次のターン倒せるとは思うけど、いやめんどくさいな。お望みのままに、はい、うっそ結構ダメージも痛いし、あいやもう無理だな。はい、一応奮起も入れたいし、こうか、厄介なことするな、マジで倒せんとかないよ、ね、あいけるいける。
え、いけるよ。いけるよね。ちょっと待ってよ。うわ、こんな厄介かね、この人。ちょっと見切り追撃導入しなくちゃいけないかもな、これ。うわ、めんどくせえ。ちょっと嫌な時代に突入してきましたね、これ。マジか。ナーガに見切り追撃とか、どうでしょう。はい、続きまして初日の防衛結果やっていきます。初日からは2名様いらっしゃって、いや絶好調ですね。なんじゃこれ。嬉しいですね、単純に。だって前の、そう、水のシーズンだったので、そう、伝承リーフくん使えてたので、あっちの方が圧倒的に、そう、精度は高いはずなんですけど、うまくいってますね。いや、どちらも見応えのある戦いしてました。そうだな、上行こうかな。うん、そう、オデージンノルンを退けれたんすよね。これはかなりの戦果じゃないですかね。で、まず無凸の総選挙ルキナ、もうノルン用のいじり方ですね。もうこのルキナといえばオノアイクかなって感じなんですけど、新しい時代が来てますね。切り返しなんだ。あ、切り返しの2。これは共感できますね。やっぱ切り返しの3って重たいですしね。で、来ました。十突ノルン。速さ上げなんだ。あ、で、混合金飯。これ、竜受けれなくなるんでしょう。ちょっとどうなんかなって。まあ、最近竜使うの、防衛で竜置かない拠点も増えてきてるんですけどね。まあ、天理シーズンは特に、長野竜特攻付与されるし、これはこれでありなのか、天理なら。で、しっかりナギも入ってと、で、さらに古軍も、いや、よく倒せたなこれ。やっぱり強いですからね、お大臣。敵の攻撃マイナス7っていうのは、だってもう純粋に守備魔法をプラ7するってことなんで、めちゃめちゃ硬いですよ。よく倒したな。で、次に無凸のナーが基準値で、飛燕の一撃、珍しいですね。まあ、速さちょっと心もとないし、なるほどな。なるほど、こういうのがあるんですね。てかオルティナさんは配布されてるはずだから、絶対深海2体編成できるでしょう。で、これも珍しいですね、無凸の、クリスマスエリーク。まあ可愛いからね。ただやっぱ滑るとか、こんなブーツとか持って無理やり使わんなんかねっていう感じですね。あ、ランタンの杖が使いたいのか。解放ですよね。あ、シビマボ入れたいのか。なるほどなるほど。あ、で、こっちも解放入ってる。あー、なるほど。あー、なるほど。ノルンに入れたいわけですね。僕のあのブルーさんでやってるような遠隔でバフ入れたいのか。ああ、これは、これは見事ですね。なるほど。で、最後に無凸のスラシ、無凸？じゃない、そこじゃない。スラシル。スラシルが。スラシルなんだ。そう、攻めでなんか使う方もなんか増えてきてますよね。当然これ、レートは、あれ、ボーナスキャラおる？これ。ボナキャラいない、深海一体いない、そしてスラシル。え、100ぐらいじゃないですか、これ。100、え ?110 か、その辺？光だし、エイリー。いや、ここまで作ってるんならもう、ね、しっかり深海二体置いて、あ、ルキナ光だし。レート100切ってますね、多分。え、普通に戦えると思うのに、もったいねえなぁ。いきますか。白黒積んできてるので、ドーマとリシターが赤くなっております。スラッシュも入ってんだ。これなんだ？ああ、封印か。なるほど。ただ、編成の順番入れ替えてあるので、うまいこと動きます。というわけで、行って、行きます。で、スラッシュが倒してくる。
ただここまでなんですよね。やっぱこれ考えると伝承リーフのあの疾風陣で相当壊れてますよね。でノルンが撃破に動きます。で竜特攻はそっか、あるからルキナが倒せてると。だいぶ陣形が乱れましたね。これはもうルキナ取れちゃいます。これにさらに最高度をかけて、あ、そっちなんだ。竜特攻あるのでナーが行くかと思いきや、もうだいぶ追い込まれてますね。リシティアも前に行った。で罠発動しちゃう。でスラッシュルを倒せない。やっぱ厄介ですねスラッシュル。何なんだろう、ほんとやらしいですよねなんか。うん、いやーもうここから受けれるか、視力がとりあえず回復に回る。いやこれ考えるとちょっと、え、倒しちゃうんだあのノルン、マジで。リシティアでやったかなって思ってたんですけど、え、速さ55とかいくの、何これ。強いなスラシル。へえ、うん。でそうシルクのレストちょっとプラスにしてあげようかな。ちょっと面白くない回復量でしたよね、8、2回とかって。でもですね、ここで終了となりました。いやースラシル本当頼もしいですね。うん、実は2体いてるんですけど、そうドーマはドーマでやっぱ拠点壊すお仕事もあるし、スラッシュル2体にしたらもっとやらしい拠点になるのかな。それもやぶさかじゃないですね。拠点壊すのもやっぱ大事やしな。どうだろう、2体置いてみようかな。祝福で何上がるんでしたっけ。あ、守備力2体置いたら10も上がるんだ。うーん、ありですね。はい、ちょっと考えてみます。というわけで、攻めの方は、いや初日から来ましたね、もう。マルテ君が来ちゃったんですけど、いやー厄介やったなあれ。うん、でそうあれはもう防衛のご紹介する前に収録してたものなので、何の対策もしなかったんであんなことになっちゃったんですけど、それを踏まえて今回の動画で隠した、5編成目に、対ヘクトリオ対マルテ用のやつを敷いたので、次からはそれを使うことになるかと思います。いや厄介やわあれ、倒せんことなかったんですけどね、ちょっとめんどくさいですねあれ。うん、で防衛の方はもう絶好調なスタートとなってました。はい、なので特にいじることはなさそうですかね。まだ突破されたら考えようかなと思います。はい、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。